明大前、私は明治大学出身なのでここでね、降りて学校に帰ってました。なんか波が出てきそうになる。なんだろう、ゲオができてる。久しぶりに来た。明大前、私は明治大学出身なのでここでね、降りて学校に帰ってました。1、2年生の時は泉キャンパスで明大前だったんですけど、その時に住んでたのが仙川なんですよ。1本で行けるから、仙川から明大前まで。なんか波が出てきそうになる。なんだろう、なんか思い出すよね、大学時代を。本当にね、寂しかったんだと思う。 1,2 年は女子寮に住んでたんですよ。だから家に帰ったら誰かがいるし、寂しくないって思ってたんだけど、 3,4 年はもう一人暮らしだったので、やっぱね、心細いんだよね。それをね、あの電車が通り過ぎていく、あの京王線の電車を見ながら思い出して、ちょっとうるっときました。いや、そうそう、仙川に到着しました。懐かしい。何年ぶりだろう。大学卒業して就職してから一度は来てるんですけど、それぶりなので 3,4 年ぶりぐらいかな。はっきりとは覚えてないんですが、すっごく久々です。で、今駅から降りてパッと見たら TSUTAYA がなくなってる。あったんですよ、駅前にね。すぐ降りて TSUTAYA があって、そこでよく CD を借りてさ、恋愛ソング CD 借りて iPod に入れて聴いてたなっていうのをね、思い出したんですけど、その TSUTAYA がなくなってました。ではちょっと歩きながら巡ります。仙川駅ってね、結構いろんな建物があって、もう食事するとこもたくさんあるし、居酒屋もあるし、カフェもあるし、まあ、ちょっと TSUTAYA なくなってたけど TSUTAYA もあったし、で薬局とか病院とか、なんかね、いろいろ揃ってるんですよ。カラオケもあったし。だからここの駅から出なくても結構ね、楽しめたんだよね。で、私はその当時その大学時代は2年生まで女子寮に住んでたので、ほとんどね、この女子寮に住んでた時はね、仙川中をこううろついてましたね。あー、松屋懐かしい。あ、お菓子の町岡とかめっちゃ懐かしい。行ってた、駄菓子よく買ってた。ゲオができてる。なかった。あ、着きました。チュラカジ、いざ中へ。で、7時半から予約してます。アハゴンです。いいですか、失礼します。久しぶりに来た。なんかソワソワする、めっちゃ。メニュー頼んでいきますね。何にしよう。ほとんど変わってない。懐かしい。でね、料理がね、めっちゃ美味しくて、その中でも私が当時これよく食べてたなとか、いつもね、食べたかったなって思ったものはちょっと注文しますね。ベニーモコロッケ、めっちゃ美味しいわけ。ベニーモコロッケと沖縄そばをお願いします。すみません。いや、そうそう、今注文しました。ドリンクはマンゴージュースを注文したんですけど、これはね、あの私がバイトしてる時に、まあ長時間働くと喉乾くんですよ。で、喉カラカラの時にお客さんがさ、こうマンゴージュース一つくださいって言った時に、わあいいなって思いながら、分かりました、マンゴージュースですねって言っても書いて、でいいなって思いながら持って行って、マンゴージュースですって置いてたわけ。今は飲めるからね、よかった。ベニーモコロッケ、これもね、まあ、いろんなメニューがある中で、私が特にいつもその食べたいって思ってたおつまみで、サクサクとしててすっごくね、甘くて美味しいんですよ。で、今回食べるのが久々なので、味が変わってるとかね、変わってるかどうかちょっと分かんないんですけど、楽しみに待ちたいと思います。で、今日はちょっと寒いのでそばも頼みました。そして今年は言えないね、もずくです。酢のものです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。
うまい。あのマンゴージュースだ。変わらない味。そう、甘くて美味しい。めっちゃ美味しい。でね、こうさっきこうドリンクとかを持ってきてくださったお姉さんみたいな感じで、私も食事をね運んだりとか、あとお会計を担当したりとかで、たまにね、あの青のりも作ってました。そう、バイト入りたての時はあの担当してなかったんですけど、ある程度慣れてくるとお酒もあの作っていいよって教えてもらって、で当時は青森のこと知らないから、そうグラスに対してどれくらいの量入れていいかとか全然分かんなかったんですよ。計量カップではないけど、こう測るのがあって、このラインまでお酒入れたら大丈夫だよとか教わって、そこまで入れて、今だったらさ目分量でもある程度、あこれ濃いなとか薄いなとか分かるんですけど、当時は分かんなかったから、ちゃんと一回入れて目盛りで測ってから作ってた泡盛り。銘柄とかもさ、今だったらあこれが この飲み方が美味しくてとか、この料理と合うさとかね、今だったらもうチャーシャビリできるけど、あの時はねやっぱりまだまだ知識足りてなかったなって思う。あ今働いてたら もっといい接客ができたと思うで、なんかちょっとなんだろうね、9年前の後悔というか、それをなんかねちょっとふと思った。あ、これ私が超大好きだった紅芋コロッケです。これうまいんだよ、この懐かしい味。外はサクサク、中はふわっとね、この紅芋の甘みが口の中に広がって美味しいんですよ。最初はそのまま食べるんですけど、ちょっとね塩をつけると2段階で楽しめます。うん、幸せ。これなんでかっていうと、やっぱ学生時代ってそんなお金がないから、この紅芋コロッケ1個食べるのも簡単に食べられないんですよね。居酒屋とかにもそんなに行けるわけじゃないので、だから今はこうやって食べられてるけど、当時はそうできなかったから、学生時代は自分にとってやっぱ贅沢なんですよね。だからね、店内見てるとね、こういった絵とかこれはね、なかった。なんか奥の方も絵描かれてるんですけど、これは私がバイトしてる時はなかったです。このこうやって泡盛もこうやってね並んでたな、うん、お客さんとか見ててさ、カップルの方とか、あとはその友達と来てる方とか、ご夫婦で来られてる方とかいらっしゃるんですけど、まあカップルで来てる方を接客するときは羨ましかったよね。カップルに注文取りに行くのは本当になんかいいなって思いながら接客してた。今はねあんま何も思わない今はさすがにね、もう9年経ってるから、カップルで来てて羨ましいやつさとかそんなのは全く思わないけど、まあ学生の頃は思ってたよね。カップルがこう締めに沖縄そばを頼むわけで、頼んだ沖縄そばをなんか半分こうしたりとか、めっちゃ羨ましかった。学生時代はやりたいことっていうのは本当なくて、なりたいものはあったけど、女子用になりたいっていう思いはあって、まあ、それは目指してたんですけど、やりたいことっていうのは本当に恋愛ぐらいしかなかったので、それに比べたらやっぱ今の方が精神的にはいいよね。あの余裕があるよね、当時よりもね。いやそうそう、遊園地です。これはねなかった、私がアルバイトした時はなかったです。ではいただきます。嬉しい。うん、おいしい。程よいサクサク感とお肉が甘みがあっておいしい。三枚肉そばのハーフ。はい、これも憧れだった。そう、憧れだった。いい香りする。
細麺ですね。美味しそう。うん、だしもカツオだしと豚のだしがちょうどいい感じで合わさっていて、王道の沖縄そば。肉もすっごい大きいわけ、三枚肉が。こちらの高齢グースもお好みで入れることができるんですけど、完全にタイミング失いました。あと少ししか残ってない。ちょっとだけ入れると思うんですけど、七味を入れると、このスープだと七味を結構多めに入れても味がそんなに邪魔しないし崩れないからいい。唐辛子つけた高齢グス入れます。これさ、沖縄の沖縄風の焼きそばに入れても美味しいです。うん、あ、七味と高齢グス一緒に入れた方がいい。高齢グス入れると味に深みが出る。美味しかった。バッチリ食べた。いやそうそう。大満足です。もう久々に来ることができて、で学生時代はなかなかねお金もなくて食べられなかった紅芋コロッケ、そしてカップで食べていた憧れの沖縄そば、自分の稼いだお金で大人になってからさ、こうやって来ることができて、で味もね当時の本当に美味しいままで変わってなくて大満足です。私がここのチラカジで働いたきっかけっていうのが、自分でさ履歴書持ってからさ働かせてくださいって言いに行ったんだよ。募集が出てなかったわけ、バイトの募集が。で同じ寮のメンバーの子で、なんか最近バイト始めたんだって言って、どこでバイトしてるのって、沖縄料理屋さんでバイトしてるよこの線側のって言って、ってで、その時にも恋しかったから私も働きたいって言って、募集してるかなみたいな言ってたわけで、とりあえず行こうと思って履歴書持って行ったのか持って行かずに行ったのか、ちょっとごめんなさい定かではないんですけど、とにかく行って、私は沖縄出身ですと。で、この家のここに近くに住んでるし沖縄が好きなので働かせてくださいって自分で言いに行って、いいよって OK もらって、まあ、最初はねこの、まあ、シフト、まあ、募集もしてなかったからそんなに多く入れないけど、まあ、週1とか、まあ、2週間にちょこちょこだったらいいよっていう、まあ、条件付きで働かせてもらってます。意外と学生時代から自分で何かするっていうのはやれた人なんだなっていう気づいた。そんなに長く働いてたわけじゃないんですけど、やっぱりその東京にいて寂しかった分沖縄を感じられる場所だったので、私としてはやっぱりこの空間にいることが、こうやって音楽とかも沖縄の音楽だし食事も沖縄の食事だったから、それはなんか自分の心の拠り所の一つになってたなっていうのは思いますね。やっぱ沖縄好きなんだよね。だって生まれ故郷だもん自分の。だから今こうやってこうやってウチナーチャンネルで沖縄のことを発信できてることはすごく嬉しいし、本当になんか巡り巡ってというかやるべくしてやってるんだなっていうのは思います。沖縄に帰ることなんて当時考えてなかったし、ずっとアナウンサーになりたいと思っていろんな局アナの試験を受けてたので全然沖縄に帰る動向なかったけど、心の中では本当は帰りたかったのかもしれない。行動は正直だね。口はさいくらでも言えるけどさ、やっぱ行動に出るよね。そう思う、自分のやってること見てて。だからまあ本当に沖縄が大好きだってことです。結論、お腹いっぱい胸いっぱいになったので今日はゆっくり帰って寝ます。
いい夢が見られそうです。大学時代のことを思い出すと、ああやっとけばよかったとか、こうやっとけばよかったとか思うけど、過去には戻ることはできないので、もう後悔がないように、今日これからの人生をより良くしていきたいなって改めて思いました。カッチーさん、美味しかったです。鶴見に行きます。寒いんですが、ここから歩いていきます。中通り商店街の方に今向かってるんですけども、そこがね、沖縄の人たちがたくさん住んでいるエリア。鶴見に来て初の沖縄っぽいのをね、ちょっと発見しました。カジマ屋、あった、中通り商店街。